い、どうもこんにちは、こんばんは。夏休みキャーって人は高評価、どうもゼルフィーです。ということで今回はなんですけど、今回はなんとですね、明日久しぶりのアップデートがねあるということで、もうエピックゲームズさん夏休み終わってね、もう早々アップデートしてくれますよ。ということで明日のアップデートで何が変わるのか、この動画でね全てお知らせしてしまおうということで、早速やっていきましょう。クリエイターサポートゼルフィーにすると、もしかすると起きたら1億 V バックスもらえてるかも。さあということで、早速ねやっていきたいと思いますよ。とじゃあどこ降りようかな。まあなんか夏だから夏っぽいところ降りようと思ったけど、夏っぽいところなんてない。まあせっかくなんでね、まあ最近追加されたこの真ん中の街降りましょうか。ということで、まあ今回はねアップデートで何が変わるのか、早速ね紹介していきたいと思うんですけど、まず一つ目、デュアル SMG という新武器が追加されるかもしれません。まあイメージの画像こちらですね。はい、まあこれがデュアル SMG になってるんですけども、名前の通りね、SMG が2つあるという、もう超ウルトラスーパーゴリ押し武器ですよ。もうゴリ押しの頂点極めたらこうなりますっていう感じのね、武器がワンチャンね、これはちょっと 100% ではないんですけど、ワンチャンね追加されるかもしれません。さあそして続いてはですね、フォールガイズコラボですね。はい、フォールガイズコラボ本当はねもうちょっと早く来る予定だったんですけど、まあねフォールガイズコラボが延期になってしまって、でまあね8月とか、まああの8月から11月かなあたりに来るっていうのが言われてるんで、ワンチャンね、来るかもしれない。まあちょっとこれもワンチャンなんですけど、ワンチャン今回のアップデートでね、来る可能性があるとね言われてます。まあフォールガイズコラボ来たらね、クリエイティブで、フォールガイズのねマップが、作れるようになったり、まああとはね、フォールガイズのフォートナイト内でのねクエスト、普通のこのバトルアでですね、まあクエストが来たりだとか、まあそういったね変化が、起こるんじゃないかなと思います。次、もうねスラスラいっちゃいますよ。次はですね、レゴフォートナイトにクロムボが、来るかもしれません。もうついに復活のクロムボですよね。もう本当についに皆さんが待ち望んだクロムボが、レゴモードに登場するかもしれません。まあこれはですねフォートナイトの、まあ、今年のね予定の、まあ、画像がリークされたんですけど、その画像にねレゴ版になったクロムボがなんといるんですよね。とそう、もうびっくりすると思うんですけど、クロムボがね、もういてしまってですね、でこのね予定の画像嘘なんじゃないかって思う人もいるかもしれないんですけど、これね、もう正しいんですよ。はい、ここまで結構正しくて、まあ例えばメタリカコラボね、メタリカコラボが来たりだとか、あとは今ねこれパイレーツ・オブ・カリビアンコラボも、来るってことがね、もうほんとリークとかされる前に、あのパイレーツ・オブ・カリビアンコラボのスキンとかがリークとかされる前にもうすでにこの画像が、もうね教えてくれてたんですよ。まあなので、まあこの画像がね、もう本当に正しいって考えるのであれば、もうレゴのクロムも来てね、でまあどのくらいの時期に来るかってことも書いてあるんですけど、まあそれがねちょうど、まあ今回のアップデートで来るぐらいの、感じになっているわけですよ。とさあもうこれは来るでしょ。もうこれ来なかった方がねもうおかしいと思うんで、まあクロムボね、はい、レゴ版のクロムボ、今回のアップデートで、まあ来て、まあ、割と一番の目玉とかになるんじゃないかなと思いますね。さあということで続いてはね、テスラのサイバートラックですねが、追加されます。まあこれはもうほぼ確定ですね。まあこれはなんでかっていうと、エピックっていうかフォートナイトの公式がね、まあこんな画像をね、投稿しました。はい、それがこちら。まあこの画像ね何かっていうと、まあある画像のね一部の画像になっていて、まあこれはね、もうサイバートラックって書いてあるんで、もうテスラのサイバートラックが来るぞっていうことですよ。まあね前からリークで、サイバートラックが今後必ず来ますよってことが言われてて、まあこの画像がね、まあ今回のアップデートの前に、明日のアップデートの前にね、まあ出たということはですよ。はい、もうこれはね、もう 100% 来るということで、どうなんだろうね。まあ多分こういう画像が出たってことはアップデート終わったらこのテスラはすぐ来るんじゃないかな。いや普通にこのさ車ねかっこよくていいよね。まあ多分車のスキンですね、スキンとして来ると思うんで、まあ車って結構高いからね、まあ3000円とかぐらい多分取られるとは思うんですけど、まあ僕はかっこいいんで買いますよ。マジでかっこよくない？もう本当に現実で割とこの車欲しいもん、マジで。でもめちゃめちゃかっこいいね、テスラがフォートナイト内に登場してしまうということでね、まあこれちょっと楽しみに待っておきましょう。あとはですね、8月のね、クルーパックが、リークされるはずです。まあもうちょっとでね、もう7月も終わっちゃいますよ。早いで
ですね。もう今年もすぐ終わっちゃいますよ。まあって感じで、まあ8月がね、来るので、まあクルーパックのスキンがね、リークされて、まあそれがね、8月になったら入手できるようになるんじゃないかなと思います。さあ、続いてはですね、新しいね、モードが来ます。まあこれも 100% ではないんですけど、近接武器の、モードっていうのがね、今後来るってことが言われてるわけなんですよ。で、まあ今回ね、それが、まあ来るんじゃないかと言われていて、まあね、今シーズン結構近接武器多いじゃん。例えばこういうね、パンチ系の武器とか、まあこれも多分近接武器に入ってると思うんですけど、まあこういうね、まあ近接武器、まあ近接武器っつったらショットガンとかも近接武器に入るのかな。まあどうなのかわかんないんですけど、まあ近接武器のみのモードが来るって言われてるんで、まあもしかすると、今回のアップデートでね、来るかもしれません。まあ来たらね、すごいことになりそうだよね。みんなこのパンチでね、暴れてるかもしれない、こうやって。ね、もうすごい、フォートナイトじゃないフォートナイトが始まるからね。建築作ってももうこれでぶち壊されちゃいますからね。さあ、そしてあとはですね、まあ、今回のアップデートで、来るはずの武器があります。それがミニガンですね。まあ、前のアップデートで僕は来るんじゃないかって言ったんですけど、結局来ることはなく、もうね、これトレーラーにも映ってたから、いつかは絶対来るはずなんですよ。そう、もう絶対、もうどっかのタイミングでは来るはずだと思うんで、で、まあ、フォートナイトのね、今シーズンのアップデート、まあ、おそらくあと2回しかないんですね。そう、あと2回しかないから、今回来ると思うんですよ。わかんないけど。今回来ると思うので、新武器とかってね、大体、最後のアップデートとかだと来ることが、まあ、僕の記憶だとあんまないんですよ。ってことを考えたらもう今回来なきゃね、おかしいと思うんで、まあ、今回のアップデートでね、ニトロのミニガン、来ます。はい。絶対来ると思うんで、まあ、海外の方がイメージカードを作ってたんですけどね、こんな感じで、はい、まあ、ニトロのね、ミニガンが登場すると思います。なんかワンチャンさ、あれとか持ってそうじゃない？メガロドン。メガロドンの武器が変わってさ、ニトロのミニガンのミシック武器とか持ってたら、結構似合わない？ね、ブルータスっぽいしさ、あいつ、まあ、軍団の方が似てるんだけど、なんかワンチャン、まあ、持っててもおかしくないなぁと思うんでね、ミシック武器とかも追加されたら、フォートナイトがね、ぶっ壊れて、面白いことになりそうだなと思うんで、ぜひ追加されてほしいところですよね。まあ、あとはですね、まあ、そろそろ次のシーズンに関するね、情報とか、ミニイベント、まあ、最近やってるミニイベントあるじゃないですか、まあ、ミニワンテンイベント的なやつあると思うんですけど、それに関するね、情報もそろそろ追加されるんじゃないかなと思います。まあ、シーズンね、4がマーベルシーズンって言われてるんで、まあ、マーベルシーズンのね、まあ、何かしらが、追加されると僕は思うんですけど、まあ、今シーズンもミニイベントあるっていうね、リーク情報みたいなのは結構前から出てるんで、おそらくね、マーベル系の何かのイベントの情報が、追加されるんじゃないかなと思います。いや、シーズン4ね、マーベルシーズン結構楽しみなんで、まあシーズン4の情報とかもね、で次第ちょっとまた動画でね、まとめていっちゃおうかなと思いますよ。さあ、ちょっと今ね、緊急で動画回してるんですけど、なんかね、このニトロの場所になんかいろいろマップ変化があるらしくて、まあそれがこんな感じですね。何これ、なんかよくわかんないけど、これあれかな、音がなんかついてると思うんですけど、こういう音の変化があるよってことなのかな。確かに今こんな音鳴ってないよね。なんかあれじゃない、メガロドンがなんかやってるってことなんじゃないかな。どうなんだろう、なんか、あ、ほら、あ、音変わったわ。やっぱ音だ。なんかニトロの音っぽいね、やっぱりこれ。なんかやってるよ、多分メガロドンが。で、なんかステージ2って書いてあるから、ステージ1とかも、今ステージ1か。で、多分これがステージ2の状態だから、まあアップデート後ね、まあいつかこんな感じの音が鳴り始めるんじゃないかなと思います。で、まああとはね、なんか会話変化とかクエストだったりだとか、新スキンとかもね、まあ絶対追加あると思うので、ちょっとまあこれは楽しみに待っておくしかないでしょう。もう全部ね、今回のアップデート、久しぶりの大型のアップデートなんでね、まあいろんなもんが追加されると思うんで、まあまたね、実際にアップデートが終わったら、てかアップデート待ち配信もね、やるんで、皆さん夏休みね、もうフォートナイトじゃなくて暇になっちゃうと思うんで、ぜひチャンネル登録と通知をオンにしてね、僕の配信見に来てください。まあ夏休み入ったんでね、動画も結構いろんな面白い動画とか撮影してるんで、そういう動画もいっぱいアップしていけたらいいなと思ってる。ってか絶対あげるので、ね、あげるので、もうチャンネル登録と通知オンにして損ないと思うんでね、また僕の動画見てくださいね。それでは終わります。バイバイ。